どうぞ。まずはこちらからご覧ください。1868年に生まれた明治維新、新しい時代は芸能にも大変革をもたらしました。江戸時代まで人々は職業や住む地域によって異なる芸能に接していました。しかし明治になるとその垣根はなくなり、さらに西洋の芸能も入ってきて混沌とします。その中で新たな音楽の創作や異なる芸能との交流が起こりました。一方で明治政府は音楽を教育の一環に取り入れようとします。そこに登場したのが文部省の役人、伊沢修司でした。明治初頭にアメリカに留学した伊沢、そこで見たのは体系化された西洋の音楽教育でした。国語の明治12年、文部省内に音楽取り調べ係、その伊沢修司が作詞したのが長唄青天の霹靂。今回は高校生時代の卒業生が